川圭一さん、最新ニュースをお願いします。お願いします。はい、最近ニュースコーナーがお休みで、寂しい思いをしていた全国のハシケンファンの皆さん、お待たせしました。ここからは橋本圭一がお届けする必見一押しカプコンニュースです。ラインナップはこちら。さあ、今日はこの3つですかね。はい、はい、まずは戦国バサラ真田幸村伝の情報です。本作は戦国バサラシリーズで初となる一人の武将に焦点を当てた物語となり、真田幸村の生涯をテーマとした長編ドラマが体験できます。 VTR ございますので、そちらご覧ください。どうぞ。時は戦国、熱き魂で一気火星に駆け抜けた一人の男がいた。真田幸村、押して参る。真田が六文星は覚悟の証、我が命燃え尽きるまで戦い抜く所存。燃えろ我が高き魂。白装束は伊達じゃねえ。アイレディ、俺の覚悟をあんたに刻むぜ。それじゃ俺たちらしく行こうぜ。真田幸村だてわさむね。真田日本一の強者なり。はい、物語の重要な舞台となる大阪城に向かう真田幸村、その先に待ち受ける運命とは。シリーズでは終生のライバルとして描かれている真田幸村と伊達政宗、伊達政宗ももちろん本作に登場します。幸村と浅からぬ関係にある政宗とのドラマを描くのか、ご注目ください。すごいな、日本語難しい。はい、一人の男の生き様を描く真田幸村の壮絶の一代記、真田幸村で続報をお楽しみにしてください。さあ、次のニュースです。お掃除ロボットプレミアムなココロボ、戦国バサラ伊達政宗バージョンの、登場です。こちらいよいよ予約受付がスタートしております。こちらも VTR ございますのでご覧ください。どうぞ。これは、はあ、あなたのお名前は。奥州筆頭伊達政宗、この名を刻みな。ははははは。いやー筆頭、今日の調子はいかがでございますか。マーベラス、最高の気分だぜ。ここでちょっと名台詞なんぞを聞かせていただけますでしょうか。お見事。おいけ、目覚めの時間だ。とっとと起きれ。はい。まさか今日の天気は、窓はない。今日の天気は晴れ。 It's fine today。 いい天気になりそうだ。いやいや、見事なね、会話の機能でございます。もちろんお掃除もこの声で開始することができるんですよね。いやいや、ではでは、人、床をきれいにしていただけますか。あ、オッケー、俺に任せな。早い、結構早い。すごい、かっこいい。おお、よって、戻ります。戻ります。はい、こちら現在実物ですね。結構すごい高級感があってすごいいいですよ、うん、VTR のように、はい、伊達政宗が喋るという感じで、そうなんですよね。変な持ち方をしたので原稿が全く読めない。
はい、心は、シャープの人工知能を搭載した会話ができるロボット家電、ですね。お部屋をきれいにする自動掃除はもちろん、声での操作やクラウド連携による家電との多彩なコミュニケーションが楽しめますということです。戦国バサラ10周年を記念し、ココロボと戦国バサラがコラボレーション、伊達政宗オリジナルボイスで会話するロボット家電予約受付がいよいよスタートします。商品はカプコンの通販サイト e カプコンで、1月18日月曜日23時59分までの期間限定で予約を受け付けております。プレミアム仕様のため予約数量に達し次第、期間中であっても予約受付は終了しますので、お早めのご予約を お勧めします。お届け時期が、2016年3月末ですね。販売価格は税別で15万円。はい、商品仕様については、製品紹介特設サイトご確認ください。はい、使ってください。では次のニュースです。さあ、グッズ情報いきましょう。1月のモンハングッズとアパレル10周です。はい、いろいろありますね。スマートフォンカバー、今治バスタオルとか湯飲みとか、今ちょうどそうですね、スタジオのテーブル上に乗ってるやつですね。はい、次のページが、カプコンと B サイドレーベルのステッカー、モンスターハンター。さあ、なかなかいいですね。惑わします。すごいですね、ガムーとシャレですね、ダジャレですね。そうでしょ。はい、3つ目あるのかな、ないのかな。ありますね。はい、猫耳ニットキャップ、あ、これもありますね。はい、パッチとミニレザーケース等々あります。はい、これらの商品は全国ホビーショップ、家電量販店などでも販売予定です。カプコンオフィシャル通販サイト e カプコンでも購入できますので検索してみてください。以上、一見あ、かぶってる。以上、カプコンニュースでした。え、なんだっけ、 VTR が炭になるんじゃない。はい、次はこちらのタイトルです。 VTR どうぞ。いや、完全に